おはようございます。栃木百名山ハンターのサウナでございます。本日登っていきますのはですね、栃木百名山、栃木県鹿沼市にございます泣き虫山というですね、山に登っていきたいと思います。こちらですね、泣き虫山なんでございますけれども、北側と南側にですね、登山口があるんですけれども、今回はですね、北側からのね登山口ということで、地名で言いますと上大久保方面ですね、こちらから登っていきたいと思います。後ろね、こう見ていただければと思うんですけれどもね、かなりねこちらこんな感じで、林道ですね、意外とダートな道でございましたね。いい車乗ってる方はもっとあの手前に止めて、いただければと思います。で、後ろのですね駐車スペースこんな感じでございまして、だいたいですね、普通乗用車でしたらば3、4台ですかね、止められるスペースがありますね。まあ、そういったことでございまして、登っていきたいと思います。はい、そういったことでございまして、登山開始時の状況でございますけれども、こんな感じでですね、泣き虫山、道標が出てましたね。おそらく地元の方がね、道標を立てていただいてるんだと思うんですけれども、まあ、こういった状況でございます。で、こちら栃木百名山なんですけれどもね、泣き虫山ってね2つあるんですよね。で、1つは以前に動画で紹介しておりますけれども、その泣き虫山と今回の、まあ、そちら日光になりますね。で、こちらが鹿沼市の泣き虫山ということになっておりますけれどもね。おー、いいですね。川のせせらぎ、はい、よっしゃ、行ってみましょう。おー、まだねこちら林道なわけなんですけどね、ほらカーブミラーがねありますんで、ただね、まあ、こんな状況でございますね。崩壊しちゃってますねこれ、林道ね崩れちゃってますね。あー、なるほどね。あ、横からこう行けるようになってますんで、おー、よいしょ。いや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 、なかなかですねこれ。おお、もうえぐれちゃってんなこれ。どうなって、ああ、こっちよいしょ。で、林道がこんな感じで、これはおそらく去年のね台風19号で崩壊しちゃったんでしょう、これおそらくね。はい、で、まだ林道が続きます。さらに、おお、太陽がね差し込んで気持ちいいですね。ああ、いいですね。パワーがね出てきますよ、こういう光景は。ああ、気持ちいいね。よっしゃ、行きましょう。はい、まだね林道なんですけど、こちらこんな感じでね、倒木があって、で、崖崩れになってんだねこれね。で、この先行こうとしますとね、結構これ危ないですね。こんな感じでございますね。結構な崖ですね。どうすっかなこれ。これ結構ね、もう苔が生えてるんで滑ると思うんですよね。あー、でもちょっと、まあ一旦降りてから行くのがいいっすね。これ一回降りようかな。はい、そんなわけでございます。はい、今ですねこちらもうカニの横ばい状態ですね。こちらを横ばいになんとか降りずにねクリアいたしました。結構危ないよこれ結構危ないよこれ。いやー、これ結構な激マニアの域ですよこれは。あー、なるほどなるほどね。これね結構これ、昨年のあれですね、これ台風の影響受けてますね、泣き虫山ね。荒れてますね結構。はい、ここがね、林道の終点になってんですかねこれね。はい、そしてですねここですね、ここが本格的なね泣き虫山の登山口になっております。まあもう完全にここまでもね、もう廃道状態の林道なんでね、車は絶対に来らないですけど、はい、そういったことでございまして、
本格登山になります。行ってみましょう。このようにね、道標が嬉しいですよ。よっしゃ、行ってみましょう。はい、こちらのですね、泣き虫山も上にね、鉄塔があるんですよね。なんで、おそらくですけどこちらもね、管理はね、東電の管理になってると思うんですよ。そうしますと本当にこういった感じでですね、もう強化プラスチックの階段でしっかりとね、整備されてますんでね、これまたすごく登りやすいね。これね、やっぱり東電が管理してるとね、最高に登山道整ってますね。これね、最高ですね。登りやすいです。よっしゃ。はい、傾斜がですね、結構厳しくねなってまいりましたけれども、もうこんな感じでですね、ほらね、ちゃんと整備されているからもう余裕ですよ。これ最高ですよね。もうね、こういった稜線をこのようにね、ジグザグに登っていくっていうのは非常に負荷がね減りますんでね。ほら、いやー、最高です。最高、東電最高。よいしょ、よっしゃ、オッケー。鉄塔がありました。鉄塔が、はあ、オッケー、よっしゃ、鉄塔、はあ、オッケー、よいしょ、ほーら、こんな感じで行ってみましょう。これどっちなんだろう、こっちかな、はあ、こっちか。よいしょ。はい、奥にね、見えますでしょうかね、泣き虫山の山頂がね、うっすら見えました。で、山頂にあの鉄塔がねあるんですけど、あの白とオレンジのね、鉄塔の目印も見えましたんで、あとワンピークですね。一回ね、またガツッと降りますね。下山して、そこからの最後のまた登りになる感じでございます。よっしゃ、行ってみましょう。今ですね、ちょっと気持ちよくなっちゃって、登山ね、ルート軽くミスりましたね。確認しましたら、ちょっとね、こちら山の腹ばいで、ルートミス修正します。多分大丈夫でしょう、こっち行けば。あ、行けるな、大丈夫だな。ちょいミスです、修正中。はい、 OKOKOK、 いけるいける、よしよしよし。はい、おかしいと思ったんですよ、東電のね、整ったね、登山道じゃないなと思ってね、もう速攻で地図確認しました。ちょっとね、こうやってね、怪しいと思ったらね、もうこまめにね、地図見る癖つけないとね、えらいことになっちゃうんでね、これですよね、やっぱりね、東電のこれがないとね、あれですからね。よっしゃ、あ、もうちょいかな、もうちょいでね、よいしょ、よっしゃ、今ね、いい感じで、稜線出ましたね。よいしょ、あ、まだ結構あるな、もうちょいだな。で、今日ね、初の展望スポットですね。ちょっと木々の間からになったんですけれども、こんな感じで、展望がね見えます。よし、あ、いいね。あれは、あれは鹿沼の二俣山ですね。あー、いいですね。よっしゃ、よっしゃ、行ってみましょう。よっしゃ、いいですね。岩場がね、出てきましたね。やっぱり岩がないとね、ダメですね、山はね。よし、よいしょ、岩、オーケー、行こう。よいしょ、よし、あ、これはすごいですね。おそらくね、岩の名前とかあるんじゃないですかね、これね。すごいでかい岩ですね。いやー、すげえな。よいしょ、よっしゃ、行こう。ね、こんな感じで
急坂ですけれども、よいしょ、ほら、ね、ジグザグに登っていけるんで、おー、すげえ、岩だ。よいしょ。OK。はい、分岐来ました。あ、もうちょっとですね。こっちですね。よっしゃ。よっしゃ。よし、行こう。よっしゃ、泣き虫山のね、シンボルの、あの赤白テッド、見えてきました。よっしゃ、行くぞ。オッケー。行きましょう。見えてきた、見えてきた。よっしゃ。よっしゃ、来ましたよ。泣き虫山のシンボル。こちら。赤白鉄塔でございますね。あー、かっこいいですね。よっしゃ。よし。どうなってんだろうね、これは。こっちなんかな。すすきがね、すごいですね。よっしゃ、いいね。青空と赤白鉄塔。ほら、よっしゃ。はい、こんな感じでね、真下から赤白鉄塔を見ますとね、なんかこう不思議な感じしますよね、これね。万華鏡みたいなね。そしてですね、こちら展望が広がっておりますよ、これ。もうちょっとね、杉がね、低ければいいんですけどね、まあいい感じですよ、展望が。よし、よっしゃ、もうちょっとですね、行ってみましょう。いや、こちらの方が見えますね、展望スポットですね、これね。いやー、いいですね。いやー、こちら側もいいですね。あー、いいね。よっしゃ。はい、鉄塔を越えましてね、もうすぐ山頂でしょう、これはね、おそらく、おそらく山頂でしょうね。あ、祠が見えましたね、間違いないですね。ああ、紅葉が綺麗ですね。よいしょ。もうちょい。来た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 。ほら。来ました来ました。よっしゃ。来た。はい、来た。はい、来ました。栃木百名山。泣き虫山。山頂でございます。はあ。よっしゃ、来たよ。泣き虫山。よし。三角点、まずは。OK。よし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 。そしてですね、山頂からの展望ね、360度お届けしたいと思いますけれども、まあ、こんな感じでございますね。展望はね、まあ、木々のね、間から見れば、ある程度抜けてるんですけどね。こんな感じでね。はい。そしてですよ、この私の祠くんをちょっと見てみましょうか。3つありますね、祠がね。ちょっと変わったやっぱりタイプですね、これね。あんまり見ないですね、このタイプは。どんな感じなんですかね。あー、わかんねえな。あ、出てるかな、これ。あー、あー、でもこれはね、あれですね、倒れてるものを寝かせて再設定してあるような感じですわね、これね。わざと寝かしてるんですね、これね。上久賀村ってことで、横書きになっちゃってるから、寝かせてあるんだな、これな。あー、なるほどね。こっちが正規のあれなんでしょうね、こういう感じなんでしょうね。あー、でも変わったね、この屋根ですよね。ちょっとこう曲線になってて、ちょっと何年っていうのはね、ちょっとわかりませんけれどもね。ここかっこいいですよね、でもね。
よいしょ。わかんねえな後ろ。はい、そんなわけでございましてね、そういったことで、もう今日はね、サクッとピストンで降りていきたいと思います。よっしゃ、林道ですね。あともうちょっとで下山完了ですけれどもね、まだね、あの例の危険ポイント通過してないんで、あとそこだけ注意ですね。よっしゃ、ほら来た、崖崩れポイント来ました、来ました。いやー、これがね本当に、ねえ、これが難癖ございまして、これ来るときね来たんですけど、もう一丁行くか、これをこれねえ、気をつけていきます。はい、無事下山完了いたしました。なかなかですね今日のね、山行きでございましたけれども、登山時間はですね、まあ短かったですけどもね、こちらの全て動画の通りでございますけれどもね、東電のおそらく管理で、本当に硬質プラスチックのですね、階段でほぼ全ルートですね、こちら側からのルートはカバーされてましたんで、すごくね、登りやすいルートでございましたね。あとね、あの一つ注意でございますけれども、動画の通りなんでございますけれどもね、途中林道でですね、崖崩れになっているポイント2箇所ありますので、こちら地図でですねマーキングしておきますので、クリアする際には十分ですね2回目のあの崖崩れポイントはかなりね、あの危険だと思いますのでね、十分注意していただければと思います。あとですね、こちらの登山口なんでございますけれども、意外とですね、こちら駐車スペースはあるんですけどね、意外にダートな林道でございますし、木の枝がですね結構出てるような状況なんで、いい車ね、あの乗っていらっしゃる方はもうちょっとで、ね、手前でね車止めていただいて、登った方がですね、まあ間違いはないのかなとこう思います。手前にね神社なんかがあって駐車できるスペースもありましたんでね、まあ、そちらでもいいのかなとは思いました。まあ私はねオンボロ車なんで、全然、OK なんでございますけれども、またですね、登山動画の方もね積極的に上げてまいりますので、ぜひですね、応援の方していただければと思います。またですね、マニアックな動画をお届けいたします。それでは、最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。